こんにちは、シーケンサイドモです、えー。今日はですね、自分で自分に呪いをかけている人間の特徴という話をしたいと思います。えー、まあ生きていて普通に生きてるだけなのになあって思っていてもなんだか運が悪いなーとか、えー、別に人に恨みを買うようなことはしてないはずなんだけど、えー、なぜか本当に何かに人生足を引っ張られているようだなーっていう人たちたくさんいると思うんですよね。えー、それはですね、まあいろんな理由があると思うんですけれども一つには今自分自身に呪いを かけやすい時代になっているということも原因の一つとして言えるのではないかなというふうに思います、えー、なので今日はですね僕が知っている限りの、えー、自分自身へ呪いをかけてしまう方法というのをいくつかご紹介したいと思うので、えー、ぜひ最後までご視聴していってくださいそれで行ってみましょうレッツゴー <music> えまず1つ目の呪いをかける方法がですねヘイトスピーチを行うということですね。 えまあ表舞台で何か物事を発言するにあたってヘイトスピーチをすする意味っていいうのは実は実ほぼないんですよねえこれは何でかっていうと人間っていうのはいろいろなものを見ていくにあたって良いと思うものも悪いと思うもの例えば映画でも何でもいいですけれどもこれは心に残る作品だなっていうのもあればいやこれはもう明日には忘れてるかもなっていう作品とかいろいろ見るじゃないですか。でもこれらに巡り合う そのもののもっていうのが人生だし学びなんですよ無意味な作品とか無意味なものっていうのは存在していないんですね、えー、ところがヘイトスピーチっていうのを行ってしまうことによって、えー、これはもうクソ,クソだゴミだこんなものに価値はないみたいな風に言ったりとかあいつはもうとんでもなく悪いやつなんだみたいなヘイトスピーチっていうのを、まあ、ある種もうそれだけ攻撃することっていうのだけっていうのを意味をはらんだ状態で ボン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 投げるっていうことっていうのは実はそれはあまり意味がないことなんですよね、えー、ところが人間っていうのはこのヘイトスピーチっていうのをやりたがってしまうんですよこれはなんでなのかっていうと、えー、承認欲 があるからなんですよね承認、えー、欲求というのは人に見られたいとか応援してほしいとかそういう気持ちですけれども、えー、今 sns の時代になって youtube はもちろん twitter とかでもいろんな媒体で自分の意思,意思っていうのを発信することができるようになりましたよね、えー、そんな中でものすごく手っ取り早く人に注目してもらうにはヘイトスピーチが一番早いんですよ例えばですけれどもなんか一本ドラマとか見てこのドラマクソだカスだみたいなことだったりとか、えー、街中でや やばい人見てあの野郎はもう最悪だこういう最悪なやつのことどう思いますかみたいなこととかっていうのを言っちゃうのが一番みんなに見てもらいやすくなるんですよこれは何でかって言うと人間というのはマイナスなものへの方が肉体的刺激が強くって、えー、すごく注目しやすい傾向にあるんですね例えばなんですけれども一つの店舗の売上げトップ10とワースト10を同時にブログに上げるとワースト10の方が100倍 pv 値が高くなったりするものなんですまあユニクロでもハンズでも何でもいいんですけどそれくらい人間店 なマイナスな側面にすごく惹かれるんですよガーシーシとかみんな見てたででしょでもじゃあガーシーが最後どういう顛末になったのかっていうのを見ていくと人間っていうのは肉体的な刺激としてマイナスなものに惹かれはするけれども応援したりとかリスペクトしたりとか最終的に心の底で求めている安らぎっていうのは得られ ないいいっってててううことははもう目に見えかるずなのでものを悪く評するっていうのは実は尋常じゃない知識とそして洞察力っていうのが必要でこれは少なくとも人生経験をものすごく長く積んでいてかつ恐ろしいほど博識であるという人たちにしか許されない領域なのでまあそうですね2340代とかの若造がやっていいことでは決してないんじゃないかなっていうふうには思ったりもします。 かといって年を取っているからといって別に偉いわけではなく博識じゃなかったりとか人の心を感じ取れない人っていうのがヘイトスピーチをやっちゃうっていうのはもちろん自分に呪いをかけることにつながっていったりするのでこれは俺にはハマんなかったな良くないなあいつ最低だなと思ったら最悪っていう風に心の中で思って友達とか家族とかにだけ愚痴るぐらいでいいんですよ。要は便所の落書きとか井戸端会議っていうのが外にアウトプットできるようになっちゃったから世の中ちょっと精神的にギスギスするようになっちゃったっていうことなっちゃったっていうことなんですね。 でそれは結局のところ自分自身に呪いをかけているのと同じような状態になりがちだっていうことが1つ言えると思います。そして2つ目ですね運や縁が天から降ってくると思っている人。 これは結構最近のホットトピックスですけれども僕が「運」についてと「縁」についてっていうのを YouTube で上げさせてもらいましたけれども特に運についての動画はで、ね、にそこそこ再生してもらえていてありがたいなって感じなんですけれども結局のところ運・縁というのはどのように生きているか自分がどのように感じているか自分のことをどのように客観視しているかこういった自分の 自分自身への要素っていうのがすごく大事になってくる側面が大きいんですよね、えー、にもかかわらず運がいい人は運がいいよなとか、えー、そういう風に思っちゃったりするっていうのが人間の大きな過ち例えばですけれども宝くじが当たるやつはいいよなとかねもともと石油王の家で生まれたやつはいいよなみたいなのに思っちゃったりするんだけど、えー、そういう人たちにも宝くじが当たった人にも石油王の家に生まれた人にも僕らには感じ取れない地獄とか精神的苦痛っていうのはあるんだけれども自分とく 比べた時に自分が望んでいるものを持っている人っていうのは根本から運がいい人だ苦しみがない人だっていうふうに例えばまあ僕らみたいな人間っていうのはイケメン美女っていうのは何の苦労もなくていいよなと思ったりしちゃうもんだけれども彼らには彼らの僕らの人生では知りえない苦痛っていうのがあったりするでもその側面っていうのは抜け落ちやすくなっちゃったりするんですよね。そうなると 天が運を授けるものだと思ってしまってずっと運待ちになってしまうんですよねで、運が降ってこない間っていうのは自分は恵まれない側の人間だからっていうことで一つ目に戻るんですけれども攻撃しやすくなるヘイトスピーチを発しやすくなる人間性になってしまうので、えー、結果的に自分自身に呪いをかけたりするっていう方向に行きやすくなっちゃうんですよね運や縁っていうものとどのように向き合えばいいかなっていうところっていうのを考え直しておかないと 人生ずっと一生をかけて自分に対して呪いをかけ続ける人間になってもおかしくないのではないかなというふうに思います。そして3つ目なんですけれども人人人生に成功とと失敗があるる思っている人、えー、こののパターンの人もですね結構自分自分身に呪いをかけがちです結局のところの1つ目のヘイトスピーチの話に戻ってしまうんですけれども要はね人生においてお金を持っている人たちっていうのは今年の年収は何億でした何十億でしたみたいな YouTuber だったら収益公開みたいなことだったりとか。 なんかテレビで特集されている社長さんとかっていうのが「いやー私はこれだけ大豪邸を持ってましたね」みたいなこととか言ってると「うわ成功者だな」ってもうテロップでも成功者って出されたりするから「あこれが成功なんだ私みたいな人生っていうのは失敗続きだな」っていうふうに思っちゃったりするんですけれども、えー、先ほど言った通り苦しみのの側面っていうのは各人生それぞれぞにあったりすするんですよなので人生というのは各ののの選択の中で存在しているので、えー、ぶっちゃけた話自分 取っっった選択にいいてててのの結果っていうのが伴っているから常常にに自分にとっての通常ルートなんですよこんなはずじゃなかったみたいな話っていうのは結局のところ過去に戻ったとしても、えー、同じ選択を取っているんですねだって同じ人間だからなのでどれだけ過去を振り返ったとってしょうがないんですよでも過去を振り返ったときに過ちを犯したなと思ってるってことは自分は今のその過ちじゃない方向にかじきりをすることっていうのもできたりするので。 人生っていうのは後ろには戻れないけども前には無限に広がってるんだっていう視点だけ持ち続けておくそして運とか縁っていうものっていうのの巡り合わせ方っていうのも 頭の中に入れておいたりすると長期的な目線で見た時に、えー、自分ののの人生っっってていいううものに正解失敗とかかはなかったんだこれが私の人生なんだって言って大満足して死ぬことができるそうじゃないとなんだか自分っていうのは周りのせいで悪くなっちゃったんじゃないかっていう結局のところヘイトばっかりになって呪いをかけるという方向に行きやすくなってしまったりするのでまあ最終的に苦しみながら周りに八つ当たりして死んでいくっていわゆる老害的な存在になり変わってしまうっていう 可能性がすごく高ままってしまうので、えー、以上の3つですね僕が思うに自分自身に呪いをかけてしまうのは、えー、まず第一にヘイトスピーチを表で出してしまうということ、えー、そして第2にですね運や縁が空から降ってくると思っている人そして第3にですね人生に失敗と成功があると思っている人この3パターンの人たちっていうのは 世界が可視化された今の世の中だからこそ陥りやすい罠だと思うのでそんなことはもう忘れてください一個の村で外の情報が入んなかった時の人間っていうのはどのように人生を過ごしてたんだろうみたいな視点とかを頭の片隅にちょっと入れてあげると少し人生が楽になるかもしれませんという話でございましたいかがでしたでしょうか、えー、まあ最後このおまけの話のところなんですけど僕個人的にはここすごく伝えたいところでもう今日はぜひこのデーンデーンデーンデ,ーン,デ,ーン,デーンの音楽が流れてからもうちょっと聞いて 例えばね岡村さんとか松本人志さんとか、えー、吉本の大成功した芸人の先輩っているじゃないですかその大成功している先輩たちに「何で売れたと思いますか?」ってきっと全員「運やな」って言うんですよ。「運だな」っていうわけあれだけ努力して目が白黒するぐらいの天才的な能力を持って毎日毎日努力している人たちが「運だな」って言うんですよ。 ね、これがいわゆるその考え方としてすごいじゃないですか。もう僕はもう聞いてて嘘でしょっていうふうに思いましたもん。うん、でこの,この人たちが言っている「運」やなっていうことの「運」これをどう捉えるかっていうことによって人生はかなり180度変わってきちゃったりするもんなんではないかなというふうに思うんですよ。なので自分自身っていうのを優しくそしてもう真剣に捉えてあげることっていうのを忘れなければ うんなんか自分自身に呪いをかけることもないのではないかなというふうに思います、えー、先ほど言った通り成功と失敗があるって思った時点で失敗するってことだからねそれを忘れないでください最後までご視聴いただきありがとうございました、えー、皆さんにとってもこれからですね、えー、呪いが降りかからないことを願っておりますそして自分に呪いを振りまかないようにしながら素敵な生きるライフをお過ごしくださいまたお会いしましょうバイバイ